これ車の向きこっち向けてない楽しようとする本当だよ、誰だよそういう楽は。すげえな、駐車場に横に止めてるバカタレだからな今俺ら。こういうことやるのはプリウスぐらいだろ。プリウスは止まらずに突っ込むんだよ本当。こうやって止めて俺ら行けないんか。ん？今後ビデオカメラここに置きっぱで。どう？まあ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 、一つの手、まあ、取られる心配に外に放置するよりはマシよね。マシマシ。ああ。今いいこと気がついたね。でもこれさ、こんな感じでさ、車の置き位置をやたらなんか変な風に置かなきゃいけなくならない？どこでもやるとしたら。まあそれも仕方がないやろ。横着しだしたわ。あとここで俺らあの何 DS やったらいいんやろ。時間潰しに。そうそうそう。どう。虫多いんだわこれ本当に、ね、虫除けスプレーが思った以上にいる。いるね。かゆいもんもう俺刺されちゃう。夏って大変やな。大変ですな。霧は霧やし、もう飛んどるし、ここにプン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 。そう、だから一回都会エリアのコンビニとかあの辺まで戻ってもらって、窓ってか、ね、あの開けて雪出そうってやって。コンビニの方全然いなかったよ虫。そう、うん、すっげえすごいな。しかし虫ってコウモリとか食べねえのかな。食べきらんわこの量。っていうかコウモリが飛んでねえもんな。もうあ昔っていよいたんじゃねえ、ボンボコボンボコと。こんな森の中に。いや森だから来るんやない、虫が。洞窟とか地形しかいないイメージあるけど、うん、夜出るんやな、あいつら夜行性だから。これはい、なんか取れましたか。はい取れてはいる。取れてねえわけないや。あ、そういやなんかポコポコちっちゃい、なんて薄いのはいっぱいおるって言っとったもんねさっき。うん、本当に薄いな。薄やろ。これはあくまで一般の方的なオーブ。そう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 、まあそこら辺におる。確に映っとるのもおるやん。うん、赤やら青やら。ん、まだそいつら見てねえな。何気になる虫。どうした？むちゃくちゃ映っとるやん。そうそう、青やら赤やら。この赤いのじゃないの、この間のラスボスって。これとはまた違うの、この子は。すげえくっきり映っとるやろ。うん、明確にお盆前に来るんじゃねえっていう、このなんていうの。そうそう。絶対俺たち赤取れるんやわ。歓迎されてねえなー、なんか撮りながらやってたんだけどな俺。それ以降全く
感動なかったんやけ。ああ、確かに、まあ薄くとか本当になんかそうそうあれだけど、それ以来全く反応ねえから、多分もうあれだろうな、嫌われてんなと思って。こうやって置いとこうかな俺今後。調整トンネルもトンネルの見えるぐらいのところに車止めてずーっとそうやってて。いや、まあ、あの朝鮮トンネルに関しては熊出るから車が近くにあった方がいいんですよ、トンネルの中でも。そう、ちょっと熊はやべえな、あれは。だってそんなに離れてねえ場所やったもんな、うん、直線にすると。ああ、そう、今だから言うけどさ、うん、岐阜県って熊の 出現率やばいんですよ、知ってる？知らん、北海道じゃねえの？岐阜県で、うん、熊って調べると、うん、あの農林っていう漫画があるんですよ。そういうなんか、何農林って、なんかそういう自然の何の漫画だったかな、あれアニメ昔やってて、うん、1話だけ見て切った俺確か。なんか時間が合わなかったのもあったんだけど、でその作者があれ、うん、岐阜県は熊が多いらしいな、出没場所を確認しようみたいなツイートを昔したんすよ、うん、俺そのことはしたんすよ、でも、うん、ぐらいしか俺当時その漫画も読んでなかったし、どうでもいいやと思ってスルーしたんすけど、普通スルーするわな。でその熊マップって見ると俺らのとこも入ってんじゃん、そこの。てか何やそれ、ほぼ全域、うん、でもう熊出ててすげえな、真っ赤なあの熊出現情報が書き込まれているって。ほぼ 町には出てねえっていうか、都会のっていうか岐阜の市内。そうそうそう、で感じのその、ね、岐阜県は山ばかりって言われてるその山エリアにはほぼ、うん、なんていうの、出現情報があるみたいな感じで、むしろなんでまだ都会に出てないんだって思われるぐらいで。都会には出れんやろさすがに。これ編集中に見た時ビビったよ俺。俺もビビるわそれ。朝鮮トンネルの編集中にさ、なんか岐阜県の熊でさ、うん、あのね、真っ先にまあその調べようと思ったのが、うん、編集する前にふと思ったんですよ、通報とかせんくてよかったんかな。なんで？え？熊だよ、うん、でさ、あのちょっと10分20分走らせたらもう街やったじゃん、うん、だからさ、被害出る前に通報した方がよかったんじゃなかろうかみたいな全然気にしなかったことを思ってすげえ怖くなって、で調べたんですよ。で今の見るじゃん、うん、あ、ダメだ、岐阜県民は熊に強いわみたいなことを思ってもう軽くぶん投げたけど、でもやっぱりその警察とか、まあ、基本的には警察に電話するのが一番デフォってあって、うん、でその警察からそういう関係各所、そういうね熊退治の人たちだなんだのに連絡行って、うん、そういう市民の人たちも熊出たから気をつけてみたいな、遅れも出るしみたいな。あ、そうやん、放送流れるもんな。へえ。ただいま熊の目撃がありましたって、そういや。ただ俺それ気づいたの、撮影終わった3日後なんですよ。もうあの熊ってなかなか移動も早いらしくて、そうそうそう、なんていうの、一箇所にとどまらないみたいなのあったから遅えなと思ってさ、何十キロ離れてる。そう思って、そりゃさ、俺たち塩かけてねえよな、ずっと。ああそうね、あ、後ろも撮ってないぞ、にっこり後ろ撮ってたのかって、まだ動いてもいねえし。コンビニ出てからしよう、風呂。そうやね、行こうか、コンビニ まで行ってから。なんか見てても撮影撮れなさそうって思った本当に。でもな、今日すげえ肩痛かった、なんだ初めて。